そうね、やっぱりこうみんなにかっこよくなってほしいなって、かっこよくなってほしいなって言ってみんなにかっこよくなってほしいなって言って始めた、まあオーソドックスに見えると思うけど、着るだけでこうかっこよくなってほしいなって言ってやってましたね。やっぱかっこよくなってほしいなって言って、そのもう誰でも着られる、やっぱその生活の中でね、どんな時でも着られてかっこよくなってほしいなっていうって言って、みんな一つは持っててもういいんじゃないか、でもかっこよくなってほしいなって言ってスタッフにもお願いして、みんな本当すごくよくしてくれて、やってよかったなと思ってます。過去だね、もうもう過去だね、過去であり現在、まあもう次に向かってるか俺の中で、ただ出るのはね今からだから、そういう意味じゃ私だからもう過去というか、まあもう現在、まあ皆さんにはまあちょうどねぴったり合うぐらいの季節も、もう俺2年後の冬に行っちゃってるから、2年後の冬、過去だね、過去だねって言うとあれかな、まあ現在かな、あよくあの映画の人たちがこう撮影して、で出来上がって、今度公開される映画ってインタビューされた時に、なんだっけあの映画みたいな顔してん、全員あれも2年前に撮った撮影だから喋ることないみたいな、次の撮影始まってるからね、あの人たち、まあ過去だね。ありがとうございます。なんかおしゃれになってほしいなって言って思って、そうね、決め事というか、まあそうね、かっこよくなってほしいなっていうことなんだけどね、その当たり前のように見えて、本当にそのなんていうかな、ちょっとしたまあその別にそのおしゃれだからいいとかね、服みんな自由にいろんな形でいいと思うし、好きなもの、ただこれを着るとね、なんかかっこよくなっちゃうなっていうって言って言ってた、そうやってなんかそうやって言ってた、かっこよくなっちゃうなって言ってた。もう全身あるから、まあやっぱ当然ね、みんなそうだと思うけど、自分が一回着たいなと、まあ、買ってみたいなとって言ってたかな。買ってみたいな、着てみたいなと思うようなものがやっぱり決めですよね、それ。まあでも過去だからね、俺の中でも、もう、まあ、俺の中でも着終わってるから。一生分着終わっちゃったから、ぐらいこう、やったからね、やっぱり。まあ、ちょっとね、短い期間で、本当スタッフの人がね、ちょっと大変で、その発注した工場が違うものできてきたりね、あるあるのこといっぱいあって。あれらのことがいっぱいありましたって言ってた。難しいね、やっぱファッション、やっぱ自分のこの思ってる脳みその中を伝える難しさがね、ちょっとしたことで全然違うデザインになっちゃうから、そうじゃねえんだよ、まあ妥協したくないけど妥協したりして、葛藤がやっぱり、じゃあお前が偉いじゃねえかって言ったらおしまいのね、中でって言って、それでもいいじゃないかって言ったりして、まあ、100点っていうのはやっぱなかなかね、みんなそうだと思うんですけど、そこでも終了しちゃいますから、なんかできるに向かっている時は100点、90点どうかな、心配あれだな、70点ぐらいでやって、完成した時100点で、売り出す時にはもう80点ぐらいやってるのね、もうだってほら終わってるから、あできて上がった時100点で出したんだけど、あれここもうちょっとこうできたなとか、
これあなんだあそここうすればよかったな、じゃあ次の時そうしようとかいうことでね、今もう30点ぐらいかな、今もだから100をやっぱ求めながらやってね、出した時100点で、あとはもう皆さんがねかっこいいなって言って、まあ飽きちゃうのもあるね、デザイナーってやっぱ飽きちゃうね、すぐ、うん、袖通した時に飽きてるってよくあるよね。これあります、あの洋服屋さん行って選んで、で試着してこれじゃねえなっつって最終的に思いっきり決めたら家にずっと袋のまま置いてる時あるもんね、全然着ないじゃんって、もう着終わってる時あるんですよ。よくあのスタイリストさんから服買って、でもこれ買うから頼むねっつって一日中ロケして帰ってきたらもういらなくなってる時ある、こうって言いましたよね、じゃあ買うけどつってもう着ないみたいなことはあるので、やっぱりね過去ですね。これ何の話ですか？、うん、そうね、はい、次いきます、はい、まあそうですね、買ってくれる人がね万が一いたらやっぱそれは嬉しいですよね。本当奇抜なことも突き詰めてたらやる可能性あったんですけどね、やっぱり一旦オーソドックスなもの意外とないんじゃないかなっていうことでね、その実はこう来てますよみたいな、あ来てますよみたいなことがあったらちょっと嬉しいですね、やっぱり。私も3着ずつ買いたいですね。2着かな、襟付きは大事だよっていう、襟がついてるものは大事だよっていうことを僕はもうやっぱり言いたいです。結局ね、何でもいいってみんなファッションなんか自由で自己表現でいいだろうって言ってるんですけど、旅行先に南国行ったのにちょっとカッコつけてレストラン予約したら襟付きじゃないと入れませんみたいな時あるんですよ。 B さんと短パンダメですとか T シャツダメですとかっつって襟付きをちょっとわざわざ買いに行ったりした過去結構あるんです。襟付きは大事だよって。ファッションとは。ファッションとは襟付きは大事だよっていうですね。これは言いたい、ドレスコードはありますよっていう。自由と言いながらドレスコードあるんですね。これね、ジャケットの1枚持っといた方がいい。旅行先にはね、やっぱ襟付きのシャツ、これ持ってっといた方がいいです。急にドレスコード発生しますから。注意事項ではなくてファッションとは、ね、ファッションとは襟付きを持っておくことですね。これもいらないだろ襟付きなんか俺着ない人が着ますから。急にやっぱりね、自由とか言いながらゴルフ場行ってもねやっぱ襟付きですよ。結局レストランも襟付き、女性はね意外と襟なくても許されるんです。何でも同じ B さん履いてても女性は大体許されたり、でもファッションとは襟付きを持つことです。はい、これも間違いないです。はい、以上です。いいですか？はい、大丈夫だと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。これも間違いない。じゃあこれで、ね、はい、じゃあ戻ります。はい、ありがとうございます。